こんにちは、レトスの小野です。いつも動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。今回は5月から宅建合格するための勉強の仕方ということで3回目ですね、3回目の動画をお伝えします。1回目では5月からこう合格するために、5月から勉強を始めて合格するため、もしくはこれまで勉強してきたけれども、なんかこのままだったらこれ合格できなさそうだな、まあそういった時はちゃんと勉強の仕方を変えていかないといけないわけですよね。変えていかなきゃいけないから、じゃあ5月から何、どんなね、風な学習計画を立てたらいいのかっていう学習スケジュールを1回目でお伝えしました。1回目は学習スケジュール。2回目が学習の進め方の1つ目、理由付けですね。理由をつけてちゃんと頭に入れていきましょう。丸暗記をしてても結局は覚えて忘れて覚えて忘れての繰り返し。それでは全然実務つきません。何回やっても何回試験を受けても落ちちゃいますよと。まあ実際のところね、過去問集の過去問については点数って上がるんですよ。だいたい平均で、ね、40点以上取れるようになるんですけども、で実際保護試験になると点数取れませんっていう方はもうほとんどそれですね。丸暗記学習で理解をしていないから、その理解をする方法の一つとして理由付けっていうものを1回目でお伝えしました。で今回2回目、イメージについてですね。こう3になっているのは1回目の計画が入っているから、計画が入って理由付けが入って、今回イメージですね。で、このイメージについてちょっとね、一つね、具体例を出していきます。それは、国土利用計画法の届け出。これについてですね。で、これどういった場合に届け出が必要ですか？こういった場合届け出必要ですか？こういった場合は届け出不要ですか？っていうような問題が非常に多いんですね。じゃあ、2つちょっと質問させていただきます。市街化区域内の5000平米の土地がありましたよと。市街化区域内の5000平米の土地。それを私が持っていて所有していて、それをあなたに贈与しました。この場合、国土利用計画法の届け出は必要ですか？っていうのが1つ目の質問。2つ目、私が会社として持ってました。弊社の会社、私の会社ね、私の会社が土地を持っていました。これも市街化区域内の5000平米の土地で、まあ経営が思わしくなくて、あなたの会社を持っていて、あなたの会社が私の会社を買収しました。この場合、まあ、所有権があなたの方に移るわけですよ。そうですよね。私の会社を買収するんで、私の会社が持っていた、この、市街化区域内5000平米の土地は、あなたの会社の門になるわけなんですけども、その場合、届け出必要ですか？不要ですか？っていうのはこの2つの問題ですね。で、これについて、市販のテキストとか、どんな風に書いてあるか、ちょっとね、これはね、わかりづらいんですよ。私が今持っているものっていうのが。一応、書いてあります。これですね、贈与は含まれないとかね、法人合併は含まれない。まあ、含まれないから届け出不要なんだよっていうところなんですけども、届け出は結論は不要です。だからこれ、ね、赤文字になってないんですよ。だからこれ覚えなくていいのかって思うかもしんないけども、これぐらいは頭に入れといた方がいいです。この問題全然出てもおかしくないぐらいのレベルなので、ちゃんと頭に入れておく。でも、多くの方が、じゃあこれ頭に入れようと思った時に丸暗記ですよね。それはダメですよと。ちゃんと理解しておきましょう。その理解の一つがイメージっていう話ですね。じゃあどうやってイメージしていくのか。これを今からお伝えしていきます。まず、国土利用計画法の届け出が必要な場合って、どんな場合なのかっていうところなんですね。そもそも、この届け出が、このルールがなんでできたのかって話なんですよ。それって、地価がいきなりバーンって跳ね上がっちゃうと、まあ大きな土地が、広い土地があって、その地価がバーンって上がっちゃうと、その他の土地もバンバン上がっちゃうんですね。そうなってくると、ある土地についてこの辺りのじゃあ土地について何か開発をしていこうと思った時にこう困るわけですよ。できないですよ、地価が高くバーンって跳ね上がっちゃった、いわゆるバブルですよ、なっちゃうと、これはまずいということで、それを抑えるために届け出制というものを作ったわけなんですね。ルールを作った一種の規制をかけたわけです。つまり地価が高騰する恐れがあるものについて制限をかけてる、届け出を必要にしているわけなんですね。ここまで OK ですか？で、逆を考えれば、別に地価が上がる可能性が低いもしくはないのであれば届け出不要じゃないですか。その観点、このイメージをちゃんと持ってもらいたいんですよ。そうするとこれ覚えなくてもこれ理解できるんですよね。あ、答えを導けるっていうふうになるんですよ。今言った市街化区域には5000平米の土地を贈与する。贈与ってそもそも
無料であげるってことですよね。無償であげるってことじゃないですか。つまり単に所有権が私からあなたに変わるだけなんですよ。変わるだけで地価が上がりますかってことです。上がらないですよね。もちろんね、売りましたで売ってあなたがその土地について何かしら改良を加えたりしたら、これは地価が上がる可能性ありますよ。例えば山林だったものを宅地に変えましたってなったらそれは上がりますよ。そうじゃなくて、今回言ってるのは単に贈与なんで、贈与するだけで地価が上がるのかって言ったら上がらないですよね。単に名義が変わっただけですよ。だから届け出不要なんだっていうふうに理解したらもう OK ですよね。じゃあ法人の合併もこれ同じ考え方でいけるわけですよ。私の会社が持ってる土地がありますよと、それを、あなたが買収しました、私あなたの会社が私の会社を買収したことによってこの土地の名義があなたに変わります。変わるだけですよ。別にここでお金のやり取り別にしてるわけじゃないですよね。勝手に買収することによって、土地の名義が変わっちゃうだけなんで。だからこれも同様に名義が変わるだけ、所有者が変わるだけだから別に地価は上がりません。だから届け出は不要なんですよっていうふうに、イメージしていただければ、この覚える必要ないですよね。こんなの一個一個で多くの方が過去問を解きながら覚えていくんですよ。だから覚えれないですか。まあその時はね、覚えたとしてももう一日経ったら忘れるんで、それがオチなんですよ。だからもう理解できるもの、まあ今回イメージですよね。イメージできるものについてはもうたくさんイメージしていく。そしたらそれが頭に定着していくわけですよね。で何をイメージするかっていうと、まあ重要なところで言ったら、国土利用計画法は地価が高騰する恐れがあるものに対して届出制を敷いてるんだと、規制をかけてるんだっていうところですね。これはちゃんと覚えなきゃいけないですよ。そこからイメージしていくわけです。こういった場合は、あ、地価が上がんないな、あ、じゃあもう届出なんかいらないじゃんっていうので答えを導くっていうような感じですね。ぜひこのイメージ、これもね、これ独学だとなかなか難しいかもしれないですね。調べてもこれ出てこないかもしれないけれども、あ、なんか覚えなきゃいけないな、これきついなって思ったら、イメージできるかなって自分で考えてみるっていうのもいいし、一回、まあ、調べてみるっていうのもいいかもしれないです。調べることによって、イメージがね湧いてきたりとか、もしくはイメージじゃなくて、そうだな、前回話した理由付けのところで、結論が出てるかもしれないです。あ、こうやって理解してたらこれ頭に入れれるなとかって出てくるかもしれないんで、まあ、とりあえず一回ね調べるってことをぜひやってください。はい、いかがでしたでしょうか。5月から宅建合格するための勉強の仕方、3回にわたって、お伝えしていきました。この3回のこの内容ですね、一つ一つの内容をきっちり、実践することができれば、今年の合格も十分、目指せます。ただ一つですね、お伝えしてなかったことがあるので、それをお伝えします。それ何かっていうと、一番最初に、1日あたり、まあ、33問ぐらい勉強しなきゃいけないよ、というところをお伝えしたと思います。これは、問題の量ですよね。ここからじゃあ実際にどれくらいの勉強時間が、かかる、要するのかっていうところまでお伝えしていませんでした。それは、後でお伝えした2回目、3回目、今回の動画ですね、理解学習をしていくっていうことをお伝えした後にお伝えした方が分かりやすかったので、今一番最後にまとめているんですけれども、実際市販のものをね丸暗記していくっていうのがあれば、おそらく1問あたり2分ぐらいで終わっちゃうんですよ。解説読んだらいいだけなんで。だからこれ2分かけてください。まあ2分とか3分とかかけちゃったら、まあ、分かる通り、33問を2、3分とかでやるので、まあ1時間とか1時間半とかで終わるわけなんですよ。で、多くの方がそれをやるんですね。まあそれをやらないと間に合わないっていうような気持ちがあるからやるんですけども、でも、まあ、動画でもお伝えした通り、それは遠回りですよね。丸暗記学習は遠回り。結局それをやってたとしても、何年やっても時速は上がってこない。覚えて忘れて覚えて忘れての繰り返し。だから理解学習していきましょう。でも理解学習をするにしても、一問あたりこう調べていかなきゃいけないんで、なかなか時間かかるんですよ。だいたい私が、やってた、実際ね、独学の時にやった時に思ったのは、だいたい10分くらいかかるんですよ。まあ、早いものは5、6分でね、調べて OK なんですけども、やっぱ長いものだと30分とかね、1問あたりかかっちゃいます。で、1問あたり30分なんで、この、大問1問だったら4選択肢ありますよね。4選択肢あると、これだけでもほんと 1時間とか1時間半とかかかっちゃうんですよ。まあ、それでもそれをやんなかったら絶対に実力つかない、合格できないっていうことがあったんで、気合でやってましたね。で、まあまあ、慣らしたら1問あたり10分くらいでいけるんじゃないのかなっていうところです。
そうすると、じゃあ1問あたり10分ぐらいかかるよっていうふうに仮定したとしても、これでも330分かかるんですよ、1日あたり。勉強量が。勉強時間ですね。330分でじゃあ何時間なのかっていうと、まあ5時間半ですね。厳密には5時間半かかるんです。まあできないことはおそらくない。で、まあできる人とできない人がいると思います。ただ気合でやれば、これで合格がちゃんと合格するために実がつくわけですね。実際や、独学でやってる方います。仕事しながらでも、仕事しながらちょっと厳しいかな。私が気づいたのは4月頃、理解学習で気づいたので、実際3時間ぐらいかな。3時間ぐらい勉強時間を取れば、理解学習で実践できたんですよ。4月頭ぐらいなんで。そうすると、まあ、3時間であれば、仕事が終わって11時であったとしても、そこから勉強バーッと始めてもね、2時ぐらいで終わるわけですよ。あともう寝るだけですよね。だからもう結局、その気づいてから試験日まではもう気合で、仕事、勉強、寝る、もうこれ以外ほとんどやらない、まあ、もちろんね、最低限のご飯食べるとかシャワー浴びるとかそのぐらいはやりますけども、もうそんなもうパワーワーですよ。でもう気合でやってきました。でもその結果一発で合格しました。なんでやればできます。ただそこまではちょっと厳しいよっていう方、その方はぜひですね、個別指導もご検討いただければと思います。実際今言った理解学習の内容っていうものは、弊社の過去問集を使っていただければ、もうそのままできるようになってます。つまり、今までね、調べてくださいって言った内容っていうものが、もうこの中にも含まれてるんですね。記載してあるんで、まあ、そのままこれを、丸暗記する感じでいいです。弊社の過去問集を丸暗記するっていうのは、結局は理解学習につながってるわけなんで、理解しなきゃならない内容、つまり自分で調べなきゃいけない内容をこちらの方にもう調べてあるわけですよ。だからこれをそのまま頭に入れていっていただければ OK。 だから1問あたりの時間というものも少なくなるわけですね。1問あたりの勉強時間も少なくなるわけですよ。だから効率的に勉強ができると。でしかも一番最初の動画でもお伝えした通り、一人一人ですね、計画の内容私の方で立てさせていただきます。もちろん勉強できなくて、すみませんでしたっていう時は修正もかけます。私の方で書きさせていただきます。1週間に1回ね、連絡させていただきますんで、勉強できてますかっていう形で、勉強できていなければ言ってください。そしたらじゃあ修正しましょうかとか、じゃあこういう風に時間作っていきましょうかとか、個別指導の中でお伝えはできますんで、そのようにやっていきます。で、あなたは何をすべきかっていうと、この過去問集をどん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 ひたすら進めていく。もちろんわからない時って絶対あるんですよ。わからない時も基本はもう止めない。もう止めたらどんどん積もっていくだけなんで、止めない、止めずにどん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 進んでいく。まあ実際ね、弊社の過去問集だとこんなに問題数1日あたりは、これよりもおそらく少なめだと思います。まあただね、まあ似たような問題数はやっていただくんですけども、こんなに時間かかりませんので、もう全然ガクッと、少なくなりますね、勉強時間も。で、実際ね、6ヶ月で合格している方はもういます。4ヶ月で合格している方もいます。忙しかったとしても細切れ時間あるじゃないですか。そういったところをきっちり見つけながら、学習を進めていくという形を取りますので、もちろんね、勉強をしないとか、やる気がないっていうのであれば、それはね、私が教えたとしてもおそらく実践できませんので、そういう方はですね、個別指導ちょっとご遠慮いただければと思います。本当に今年の合格目指してるんだと、ちゃんとやりきれるっていうのであれば、ぜひですね、個別指導の方ご検討いただければと思います。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。テストの小野でした。お待ちしております。